ベーカリー、洋菓子などの専門展示会パティスリー・ブーランジェリー・ジャパン2016が8月1日、2日、3日の3日間東京ビッグサイトで開催されました。同展示会はベーカリー素材・洋菓子素材関連企業、厨房設備機器・資材関連企業と職人や経営者・メーカー関係者のビジネスマッチングの場となっています。この日は在日イタリア商工会議所によるイタリア料理コンクール2016に関するセミナーが行われ、若手シェフなどが参加しました。セミナーはイタリアの調理器具ホットミックスプロを使ったバーニャカウダソース作りの調理実習で、講師は東京南青山でリストランテを経営する柴原健太オーナーが担当。珍しいソースに参加者も大喜びで大いに盛り上がりました。現在は東京でお店をやってます。うちのレストランは、ね、無肥料無農薬 その炭素循環農法っていうその新しい、まあ、自然農法に近いお野菜なんですよ。でそちらを使ったイタリアンです。ね、今日の、ね、バーニャカウダって言ってその皆さんが分かりやすいその一般的なそのメニューですね。アンチョビとニンニクと牛乳のソースです。イタリア料理コンクールは日本の若手シェフ育成や日本国内でイタリア料理を普及させることを目的にイタリア政府などが支援して行われています。コンクールは年1回行われ、優勝者は本場イタリアのルッカイタリア料理学園で5日間の講習を受けることができます。もちろん往復の旅費、宿泊費は無料です。在日イタリア商工会議所中島俊介さんにお聞きしました。今若手のイタリアのシェフが非常に多いので、もういわゆるトップシェフというより若手のこれから、自分のキャリアを積み上げられたいというシェフの方が多く挑戦される傾向が多いですね。